甲賀市水口スポーツの森は、滋賀県甲賀市にある運動公園である。施設は、甲賀市が所有し、指定管理者の一般社団法人甲賀市スポーツ協会が管理している。ABCD 水口スポーツの森、日本フットボールリーグ、2014年3月19日閲覧。ABCD 甲賀市水口スポーツの 森陸上競技場、高賀市2014年3月20日、閲覧 AB、陸上競技場、高賀市スポーツの森、2019年8月11日閲覧。多目的グラウンド、高賀市港区スポーツの森、2019年8月11日閲覧。人工芝テニスコート、高賀市港区スポーツの森、2019年8月11日閲覧。 河川敷テニスコート、高賀市港区地スポーツの森、2019年8月11日閲覧。25メートルプール、高賀市港区地スポーツの森、2019年8月11日閲覧。ふれあい広場、高賀市港区地スポーツの森、2019年8月11日閲覧。ゴーカート乗り場の説明、高賀市港区地スポーツの森。 https://commons.wikimedia.org スラッシュウィキスラッシュファイルエクスプラネーションオブフォーマーゴーカートサーキット .jpg2019 年8月14日閲覧 ABC 高賀市み港区スポーツの森高賀市2014年3月20日閲覧ありがとうございます